はい、こんにちは。東大合格空気用の時田博光です。今回は中学的テスト対策シリーズの国語、夏草の奥の細道2回目解説していきたいと思います。さあ、行きましょう。さあ、 今回はこちらね、2回目、1回目の知識編まだ見てない人はですね、概要欄の方から飛んでね、見てください。では、早速いきましょう。今回は読解編ということなんですが、一番最初のね、文章からです。月日は白体の価格にしてっていうふうに読むんだったね。はい、えー、そこら辺、ちょっと読み方とか意味とかが怪しい人は、まずそっちを確認して覚えてから見てね。はい で月日は白帯白帯っていうのは永遠って意味だったそして価格っていうのは旅だったね永遠の旅っていうところなんですが考古役現代語訳ということですねはい、えー、この月日というものは永遠に旅旅をしていいるる人ののよううであるという意味なのねかっこよすぎんこの場所の一番最初の文章ねかっこいいよね 言ってみたい、ね、うん月日っていうのはまあ永遠にフォーエバーに旅してる旅人みたいなものだよねってねもう言ってみたいセリフのね、えー、14位には入るんじゃないでしょうかはい月日は永遠に、えー、旅をしているしている旅人ののようなものでってことねここねはい。 えーよでえー、この後、えー、と過ぎ去っあと「行き交う年もまた旅人なり」っていうふうに、えー、言うわけですけど行き交うっていうのはね、えー、過ぎていくああもう月日は過ぎてったでも新しい、えー、月年がねまたやってくるみたいな感じですよねはいですので過ぎ去っては新しくやってくる年月のこと過ぎ去っては 新しくやってくるね来る年まあ時間のね年月みたいなこと来る新しくやってくる年もまた旅人のようなものだとものだってことねはい えー、もうこの時間を旅人という風に表してるここのね表現のも,もうすごいかっこいいですよね。はい、じゃあこのまとめです、はい。ここで言っているものだったりこの文章自体ね、えー、この作品自体が言ってるテーマでもあります。まあ、いきなり言っちゃいます。はい、まとめ何々とは何々のようなものだってことなんですが、はい、これは人生とは旅。 ののようなものだってことねはいえー、ここうん旅人でもいいかもしれませんがまあ時数に合わせてね答えを書、えー、けるようにしておきましょう続いて次の職業は何でしょうかということです文章に出てきていますね「船の上に生涯を浮かべる」ね浮かべっていうとこなんですがこれ、えー、どういう職業かって言ったらこれ船頭さんっていうふうにね、えー、言います船の 頭ね船頭と書きます、はいえー。それから馬の口捉えてね口ねおい口よこせみたいな感じじゃなくて「靴はわ」って言ってね、えー、馬の子を馬を引っ張ってくる金具のことですけれど、えー、それを捉えて老いを向かう時間を過ごしていくよっていうことね、えー、これは孫馬の子と書いて孫というふうに言いますね。 あお孫さん元気ですかの孫とね、あの読み方は一緒なんですけど、まあ、そういう職業のことです。いいでしょうか。はいえー、それから、芭蕉さんが旅でやってみたいことね、えー、これやってみたいみたいなね、旅行ったら何したいうんと、なんか写真撮りたいよねとかね、えー、ご当地グルメ楽しみたいよねみたいな、いろいろあると思うんですけど、芭蕉さんがやりたいこと、旅でやってみたいことっていうのがあります。それはですね、 えと2ページ目の方にね、書いてる方なんですね。えー、こんな風に書いてます。えー、いやいや年も暮れ。えー、春建てる霞の空に白河のこえむと。えむ、むっていうのが意思を表すね。何にしたいっていう。まあそういう気持ちがあるわけです。えむ、むっていうのがね、そういう気持ちを表すよって。やってみたいんだ。やるぞみたいな、そういう感じの気持ちを表す部分なので、えー、ここが。 答えになるわけですね、えー、ですので今のところをこう簡単にまとめてみると新春に、まあ、つまり、えー、年を越してってことですね新春に、えー、これですねあの霞がかかって霞、えー がかすか霞が立ち込める立ち込めるここの部分はかけ言葉でしたね、えー、立てる春立てるっていうのが春、えー、春分あ立春っていうことだったりとか霞が立つっていうことで立てるねか、えー、け言葉ってことでしたこれも、えー、と1回目の知識で説明していますのでそっち見てくださいね、はいえー、新種に霞が あ立ち込める立ち込める、えー、空,のあ下で空の下で空の下でこの白川の席を越えたいと白川の席を越えたい 超、えー、えてみること。はい、えー、では続いていきましょう。4つ目ですね。えー、4つ目は「個人も多く旅にしせるあり」っていうふな文章がありますがこれはどういう、えー、意味でしょうかと、はい。個人というのはこれね、えー、昔の人々ということでした。はい、でこの昔の人々っていうのも多くたくさんの人が あ旅に死せるありこれは旅の間に、えー、死んで、えー、しまっているとおそういうことですねはいですので考古訳っていうのでいくと昔の、えー、人々も多くがあ旅の途中で旅に旅の途中で えー、死んでいると。はいこれに対して芭蕉さんがどういうふうに思ったんでしょうかどういうふうに、えー、気持ちだったのか <laughs> 悲しいっていうふうにね、えー、芭蕉さんが思っているのかあそうとも違うのかというところなんですがこの後にこんなふうに書いてます。もいずれの年寄りかっていうふうに、えー、書いて、えー、いるんですけれどこの「よも」っていうのは私もっていうことなんですね。はい でここでですね実は場所さんは憧れているわけです。はい、この昔の人々ね、えー、旅に、えー、生きた人々に対して旅に生きたあ昔の人々へ憧れている。 いうことが実はわかるんです。それなんでそれを読み取れる文が今のよもって部分ですね。よもっての。このよってのは私、愛のことね。愛、えー、は、みたいな。私は、みたいな。場所は、みたいなね。はい。 え感じでで言ってるので自分の気持ちとか自分がこうするよっていうのは今から言わんとしてるね言おうとしてるってことね。世、えー、もいずれの年よりか変運の風に誘われて漂白の思いやまずっていうふうに言ってる。ね、こういう気持ちが、えー、止まらないと。ねもう熱い気持ちが止まらないぜみたいなことをまあ言ってるわけです。私のねって。えー、いうとこなのでここの部分が読み取れる、えー、っと根拠になります。はい ですからよも、えー、いずれの年よりか偏、えー、運の、えー、風に誘われて漂白の思いやまずってやつね思いやまず。ねやむっていうのはね。う 病気になっちゃったじゃなくて、えー、止めることができないでってことね。はいでこの漂白ってのが当てのない旅っていうね別にこうゴールがあるわけではなくて、えー、こういろんなところにね、えー、こう、えー、と訪問していくっていうその気持ちがもう止まらないこの熱いパッション止まんないよみたいなね、えー、そんな感じのことを言ってるわけです。はいということで旅に来た人々への憧れねすごいないいなうらやましいなっていう気持ち。 それが場所さんの気持ちのわけです。では続いて5番いきましょう。場所の気持ちが不安定になってる。さっきパッションでね、もうパッションみたいな、えー、言ってたわけですけどね。はい。えー、その様子が分かる部分はあ何でしょうかと、はい、いう部分です。不安定になってんだと。<laughs> えっと、それはあどこでしょうかと。うん。っていうと、えっ、ー、と、2ページ目の方に、取るものを手につかずっていうふうにね、えー、書いてる部分があります。 取るもの手につかずってのは何も手につかないほどっていうことですかね。<laughs> ああ、ダメだ。<laughs> こうじゃない。<laughs> ああ、違う。<laughs> みたいな感じに、えー、なってるっていう状態。ですので、ここの部分があー不安定になってるってところなんですが、それはね、どこからかっていうと、そぞろがみのっていうところからあ,ーありますね。そぞろがみ。そぞろがみっていうのがね、 え何かみたいなところはあるんですけど、これはね、人の心を誘惑してきてですね、落ち着かせないようにするね、妖怪というかね、神様みたいに、ふふふ、俺の力でね、落ち着かせないにしてるぞ、みたいな、ふわみたいな、不安定になれ、みたいな、ああ、不安定だ、どうしよう、みたいな、普通のことができない、みたいな状態に<笑><笑>まあなるわけですね。<laughs> なので、そぞろ神と、えの、つきてっていう、ここの部分ね、うん、えっと、 物尽きてあ心を狂わせ心を狂わせ狂わせっていうふうに読みますからねっていう部分と、えー、それから道祖神の話もあるね道祖神っていうのは道行く人を、えー、守ってくれるね守り神のことです道祖神の、えー、招きにあいて取るものを手につかず うん、招きに相手かえー、っとっとっととゥトゥあゥトゥトって読みますこれねでえー、っと取るもの手に使かず、えー、ですので最初から最後までたらねそぞろ紙のここの部分から手につかずまでを書けばいいかなって感じですちょっとこう省略して書きました この2ポイントの部分が不安定な様子をね表しててここの手あてるものじゃない取るものを手につかずっていうところであ何も手につかないぐらい落ち着いてないよっていう部分ですね、はい、では6番今回の旅が場所にとって大きな決断だと分かる部分がどこでしょうかという部分です、はいえー、大きな決断って言ったらね、えー、何かあする時にはですね えー、大抵はですね何かこう確保する時には何かを捨てるっていうことがよくありますね捨てずに全部やるよっていう人もいると思うんですがあ何かを捨てる例えば自分が遊ぶ時間を削って受験勉強するよみたいなね、えー、そういうふうにこう、えー、捨てるとか。 いう感じですちなみに、えー、先生はですね中学生の時に受験勉強一生懸命頑張るためにですねすごく大好きなゲームをですね、えー、こう封印しました <laughs> 非常にあそこは大きな決断だったなと思いますねはいえー、っとでこれ場所さんはあどういうことをしたのかって言ったらですねこんなことを書いてますはい2ページ目のね、えー、後半の方に「住める方は人に譲りて」って書いてますこれ住める方っていうのは自分が住んでいる家 アンのことですね、はい、それを「人に譲る」って言って,、ね、言ってるんですねすごくないですか旅に出るから自分が住んでるここの家は人に譲ろうみたいなこれはなかなかすごい覚悟ですよね。うん 帰ってきたらどうするんだって話なんですが、えー、これは帰ってこれない可能性を考えてもう譲ってしまおうとおそれぐらいね旅に出るっていうことは大変なことだしなんならね、えー、旅の途中でなくなってしまうみたいな話もしていますからそれは憧れているっていうわけですからもう帰ってこないっていうそれぐらいの覚悟だったということが分かるわけです。ということで住める方ここ住める方いらっしゃいますかっていうことじゃなくて住める場所ね あ住んでいたあ場所ということうん人に、えー、譲りていてっていうここの部分ですねはいえー、を見てみるとすごくねもう気持ちがふわーって立っているんだということがまあわかるわけですねはいえー、ここの部分 っていうところですね。えー、非常にこう今分かってる通り、場所さんのこう気持ちの部分がいろいろ変わっていってるので、そこにはよくね、注意しておきたいとこですね。はい。では続いて7番いきます。場所さんが旅支度にしたことは何でしょうかという部分です。はい。旅支度。ね。旅の支度。準備ですね。えっ、ー、と、ティッシュを入れて、お弁当を入れて、で、ちょっと早,早いですね。 お弁当は次の日のね、朝出る前に入れましょう。はい。お菓子入れてとか、まあそんな感じなんですが、じゃあ場所さん何したのかって言ったら、まず、桃引きの破れを綴ったっていう風に言ってます。桃引きっていうのは、いわゆるまあ、あの下着のことですね。はい。えー、おじいちゃんとかね、ひいおじいちゃんとか皆さんの場合だったらね、もしかしたら使ってる方もいるかもしれませんね。はい。桃引き。桃引きの。 えっと、破れをつける。ももひきがあ破れているのを、のを、えっ、ー、と、直したと。まあ、作ろったっていうふうにまあ言いますね。作ろうこと。はい。まあ、縫ったんですかね。はい。で、えー、それから、傘の尾。傘の尾って、ここのひものことね。傘ってのこの。 あの帽子みたいな感じ、はい、あの傘地蔵とかの傘ですね、はいえー、ですので、えー、と道中傘道をねあこう旅をする時の傘、ね、バサってあのこうみんなが、ね、雨の時にさす傘じゃないです、はいえー、この道中傘の紐ですね紐を付け替えること えることっていうはい3つ目何かって言ったら三里に急するっていうとこですね三里ってのはえー、っとこう足のね、えー、っとあ膝頭のね部分なんですけどそこにお急をするとですね万、えー、病に効くっていうふうに言われている、えー、とこですはいいいでしょうかはい、えー、ということで、えー、三里に急するっていうので三里に いう部分にえっ、ー、と「吸える」っていうことね「吸えること」ということですねはいでは最後ね、えー、ここの部分、えー、いきましょう8番、えー「草の友も住み変わるぞひなの家」っていうふうに言っていますが ああ変わるぞひなの家ね、えー、ここで区切れ、えー、何区切れでしょうかと前回ちょっとね、えー、記号についての話とか言ってるのでそこの部分は前回の、えー、動画見てくださいね区切れはこれ肉切れ、えー、になります肉切れそれのポイントはって言ったらここの像がポイントですね切れ字と呼ばれてるところこれで、えー、こう えっと俳句とかね短歌とかの、えー、それの文末ここで切れてるよっていうのを強調するえっ、ー、と言葉なの、ね、一緒にねしっかり押さえておきましょう最後場所さんのこの時の気持ちについて、えー、述べているああこ,これをね、えー、説明してみましょうとああいうとこですいいでしょうかはいえー、これはですね自分が これね草の友って言ってますが、これ自分が住んでいたところが、まあ、草が生えてるぐらいもう粗末なもの、えー、こうみすぼらしいもの、わびしいものみたいなね、えー、いう風な表現があります。それがね、草案っていう風うにまあ言うんですけど、えー、そのわびしいものが変わってね、ねひなの家、ひなっていうのはひな人形を。 ですねえー、それを飾るような家ということです。ということでなんかもうわびしくなくてなんか華やかな感じっていうね素敵な感じの、えー、お家になったことの、えー、感慨深さみたいなのをここで表現してるわけです。いでしょうか、はいえー、ということで自分があ住んでいた頃の頃の わびしええー、まあこの「草案」っていうふうにね、えー、表現しますが草案がひな人形ねひな人形などを飾る、えー、飾る。 ような華やかなあ家になったことにえー、考え深くえー、っと考え深く感じていると。 じいていると、えー、いうことですねはいいかがだったでしょうか えー、ここのね奥の細道非常に非常にえっ、ー、と有名なあ作品ではあるんですけど文章がやっぱりちょっと難しかったり覚えるのが大変だったりとかしますけどね場所さんも最初から意気揚々とね気持ちよって「行くぞーイエーイ行きたい旅行きたい!」っていうところからちょっと不安定になって大丈夫かなみたいなね不安だぞみたいなちょっと心がね落ち着かないぞみたいな感じで最終的に掛け軸をね、えー、掛けてい、えー、くと。 あああいうようよな流れがあるわけですね、はい、自分の家がね侘びしかったあお家がもう、えー、華やかな家に、えー、取って代わるというのを歌ってですねでそれで去っていくでここからどうなるかについてはまた後日配信したいと思いますのでそちらぜひぜひ、えー、見ていただけたらと思いますはい、えー、今回は以上ですチャンネル登録 高評価ぜひよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうバイバーイ